タダドゥン。あ、あやつじちゃん、強制イベント。ふう、お腹いっぱいだよ。あれ、なんだか教室の方が騒がしいな。気のせいじゃないみたいだけど、教室で何かあったのかな。ちょっとあやつじさん、さっきクリスマスツリーが中止って話を聞いたんだけれど、それって本当？中止？誰がそんなこと言ったの？他のクラスの人が言ってたよ。そんなことありえないわ。ほら、やっぱり隠してる。それって委員がツリーの予定を遅らせたからなんでしょ、うん、もうバレバレだよ。やばい、これ陰湿ないじめや。皆さん、やっぱりこんなに目立って美人な女の子やったら、そら相当ね、同性からは妬み、嫌われる存在になってしまうのもうなずける。いじめやな。磯前、おい、磯前って言うんかこれ。磯前、磯前、絶対不細工やでこいつ。それは誤解よ。磯前、田口、誤解？何がよ、本当のことでしょ。めっちゃイキリ立ってるやん。確かにツリーのことが問題になっているけど、うん、中止なんて話は出てないもの、うん、学校側がやるか市がやるか、うん、それだけの違いよ。なるほど、すごい冷静。委員は委員でちゃんとツリーの準備を進めてるのよ。うん、そんなことを信用できると思う？発狂してるな、鼻息荒く。できないできない。あやつじさんにとっては武田君と、あバレてる。俺とあやつじちゃんが付き合ってることが、もう、もう見てくれよ、おい、この後ろの席のこの男の笑い顔。こいつ一番悪いやつやな、こいつがな。喧嘩してるところを止めもせず、後ろでニヤ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 笑ってよ、このクソ性格の悪い。止めろよ。そうそう、仕事そっちのけでさ。それじゃあ中止になるのも無理ないっか。頑張れ。人は手伝ってくれてたのよ。あやつじちゃん頑張れ。何の手伝いをしてたんだかね。黙ってないでなんとか。いや、おい、クソクソ腹立つんやけど皆さん。田口なあ、マジで俺のあやつじちゃんめっちゃ責められてる。これはまずい。ちょっと待ってよ。何よ、あやつじさんを助けに来たの？助けるとかじゃなくて、事情もろくに知らないでいろいろ言うのはよくないよ。頑張れ竹雄。事情があったら許されるわけ？結局ツリーなんて自分の恋愛以下の価値しかないもんね。なんやこいつ、くっそ煽ってくる。まずいなこれ。俺レスバトルしたら負けるわ皆さん。顔真っ赤やねんけど、この煽りはすごい。この煽りは手出てまうな。そんな人信用できないし。あ、クスクス笑うな俺の女の子。どうしよう。まさか。あやばい、あやつじちゃんが。何なの、何がおかしいのよ。あやつじさんストップ、ツリーのことはまだ先があるんだから。封印を解くのか。ダメ、もう許さない。行け行け、埋めろこの校舎の下に。いや、ダメだって。黙っていてくれる？これは私の問題。見せたな、今まで見せなかった。最初に見てくれ、後ろの男の顔変わってる。意外とこう、うわやばいやんみたいな顔してるやん。最初に言っておくわ。何を？人づての情報に踊らされてるのがわからないなんて、あなたたち本当に不憫ね。いけいけ、見せてやれ語彙力を、ボキャブラリーを。そんなに知りたければ教えてあげるわ。うん、何？まずはこれ、クリスマスパーティーに関するすべての情報が書いてあるわ。おお。委員の選んだツリーの部品の搬入予定から飾り付け日程までのすべてだね。おお、論破できる。市の方が準備しているツリーの資料も挟まってるわ。おお、すごい。どういうこと？だってツリーが中止になったって。やばい皆さん、どういうことや。俺が理解できんわ。委員を選んだツリーの
備品の搬入予定からカーカデリス全部入ってるってことか。なるほどな。俺がついていけん。中止になんてなってないって、うん、最初から私が言ってるでしょ。なるほど。今は学校側でやれるかどうかの瀬戸際ってところなのよ。なるほどな。学校サイドの問題な。要するに、うん、このバカ騒ぎは無意味なの。うん、どう、そろそろ分かってくれた。ほらどうや、そういうことや。要約すると、おい田口、山崎、磯前で、でもこれが本物の資料かどうかなんて分からないじゃない。そうよね。難癖をつけるな。校長のところに確認しに行けばいいじゃない。せや、行け行け。校長自らが押したハンコの書類だっていくつも入ってるんだから。もう負ける気せんな。これはさすがに相槌さん完全に怒っちゃってるよ。私は完全に把握してあるから、あげたって別に構わないわよ。せやで。そんなさ、どうぞお好きなように。ああそうだ、ツリーのめっちゃ言うやん。あなたたちの欠点も教えてあげる。そんな言わんでええんちゃうか。逆にまた立場悪くなるぞ相槌さん。こういうのって女子だけじゃなくて男子側にもこの噂回るからな。あやつじちゃんって意外とやばいやつやでみたいな感じで、こう教室全体、教室ぐるみのいじめに発展するから、まずいまずい。次からは気をつけた方がいいわよ、うん、足元すくわれちゃうから。だんまり。まず山崎さんは自分の都合を主観に置いて物事を判断しすぎまず山崎さんは自分の都合を主観において物事を判断しすぎ。いいこと言うわこれ。田口さん、うん、あなたは文句を言う前に、うん、頭を使うことを覚えてね。そろそろ周りに愛想をつかされるわよ。すごい、もう人格そのものを否定している。言っちゃやったあかんこと。人に頼りすぎの磯前さんは自分で動くこと無能にも許容範囲ってあ、煽りすぎやろ。こんな煽らんでええやんか別に。さすがに怒られるでこれ。あいつじちゃん、余計なお世話よ。そう、許容範囲があるからうるさい。あなたにそんなこと言われる筋合いなんてないわよ。簡単なことよ。自分じゃなくて相手に対してそう思ったことがあるかを考えてみればいいわ。じゃな、もう無理やな。3対1で。あらあら、その顔あるみたいね。もしかして友情にひびが入ったの。もうやめとけ。ごめんなさい、ね、やめとけ。あいつちゃん、あまりにもヘイトを集めすぎてるぞこれは。もう許さない。大丈夫？机とじゃれたりしたら危ないわ。あ、すごい。まだ行くんけ。残念、私運動神経にも自信があるの。すごい。なんなら3人一緒にどうぞ。腕っぷしにも自信があるからな、あやつじちゃんは。ぐす、う、あやつじさん。でもこれどうなるんやろう。崩壊するで。タイムリミット、お疲れ様。頭だけじゃなく、あやつじさん、まさかとは思ったけど、これはさすがにまずいよな。でもあやつじさんは平気な顔をしてるし、何か考えでもあるのかな。しばらく様子を見てみるとするか。